どうも、ハイチーです。12月になりましたので、12月のポイント話していきますので、よかったら最後までね、お付き合いください。では、まず、受験生以外の方から話していきます。で、まあ、1年生、2年生ですよね。まあ、ここに関してはですね、もうたった一つです。たった一つ。これは、有意義な冬休みを過ごしてください。もうそれだけです。ただこの有意義っていうのは、ただただ楽しくクリスマス、正月を迎えるっていうわけじゃなくって、ちょっと勉強について少し話をしていくと、今まで習ったね、勉強の中で、少なくとも1個で構わないから、1つの単元をちょっと完璧にしてみるっていうのをチャレンジしてほしいんです。これはどの科目でもいいんですけど、例えば、数学だったら、じゃあどうしようかな、2年生、1年生でしょうか。まあ2年生も似てるけど、1年生だったら、例えば比例反比例習いましたよね、今までで。で比例反比例って結構苦手な子が多かったりするので、いや比例反比例ちょっと苦手やなって思うこととか、あと、まあ2年生だったら1次関数ね、習ってると思うので、1次関数やだなとかって思う方は、その単元だけはこの冬休みでできるようにしようみたいなのを決めるといいです。で、もちろん、宿題が出るとこは出るんですよね。でも結構今中学校とか、まあ高校はもともとほとんど出ないですけど、中学校で出なくなったんだよね。昔、俺らの時と比べると。なんか、書き初めとかはあるんですけど、勉強関係の宿題ってあんまり出てこない。なんか自主勉ノート何ページみたいな振られ方をすることがあるから、一つの単元、もちろんいっぱいあったらいいんですよ。いいんですけど、最低一つの単元、ここはちょっとできるようにしようみたいな。理科のここの章はできるようにしようみたいな感じでやってみるといいです。で、もちろん学校のワークを使ったりでも構わないですし、例えば自分の動画も章によって分かれてるから、自分の動画のこの章の部分だけはできるようにしようみたいな感じでやると、長期休み丸々1個無駄にするっていうか、勉強の面でね、無駄にしてしまうのすごくもったいないんですよ。で、逆に言うと、そこを1個活かせるだけで、やっぱり次に繋がっていくんだよね。そう。だから、ぜひこの冬休みを、うまく使っていくためにも、一つ、最低一つね、この単元やろうっていうのを、冬休みに入る前までに決めてください。前までに必ず決める。ここをやろうって。よく言ったら2つか3つできるといいんですけど、まあ最低1個で構わないので、ぜひ決めてやってみてください。で、年末年始は、まあみんなもちょっと感じると思うけど、帰省したりするじゃん。だからバタバタするんだよね。みんながバタバタするっていうよりも、家族とか世間がバタバタし始めるので、思ったより勉強できないです。そう、勉強できない。だから、そのことも踏まえて、冬休み入ったら、まあ最初にクリスマス来ますけど、早いうちに宿題済ませちゃって、早いうちに自分に決めた目標、もう達成してください。この探検みたいな。そんな感じで、ぜひね、12月、いいね、12月を過ごして、2018年、ね、1月になりますんで、いいスタート、切っていきましょう。で、次は受験生ですね。で、まあ受験生に関しては、もう勉強しなきゃいけないのは分かってることだし、ね、勉強しろ、勉強しろっていうのもあれだから、ちょっとね、その違う面から2つ話をしていきます。で、まず1個は、何のために頑張ってるのかっていう振り返りをまずしてみましょう。何のために頑張ってるのかの振り返り。そしてもう一個はやむなっていう。この二個です。いいですか。で、まず一個目の振り返りに関してなんですけど、もちろん、まあ12月になったし、まあ自分自身もそうだし、周りもピリピリしてると思います。まあ大学受験の方はセンター受けるんであれば、あともう1ヶ月ちょっとでセンター、まあ相当ピリピリします、もう。気持ちの面でもね。で、高校受験の方も、1月から私立がね、始まる方もいると思いますので、まあちょっとずつ空気が変わってくると思います。で、そんな中で、まあ勉強してると思うんだけど、結構、やる気が起きなかったりする時もあると思うんですよ。で、何のために頑張ってんの今っていうのをもう一回ね、自分と向き合ってほしいんです。当然、いや、合格するためですよ、みたいな。に思うと思うんですけど、その合格するためだけじゃなくって、もうちょっと先を考えてほしい。で、どういうことかっていうと、例えばじゃあ高校受験にしましょうか。まあ大学でもいいんですけど、志望校がありますよね。そこに行きたいと。じゃあその高校に行ってどんなことをしたいのって。例えば女の子だったら、そこのね、制服が可愛いんだったら、その制服を着て、友達とプリ取り行きたいとかいろいろあると思うんだよ。彼氏と何にしたいにしたいみたいな。ね、いろいろあると思うんですけど、その、行った先、ね、進学した先で、こういうことをしたいなって、こういう生活を送りたいなって、まあバイトをしたい子もいるだろうしさ。で、大学入ったら、大学入ってサークルね、こういうサークルに入りたいとか、
リア充になりたいとか、まあいろいろあると思うんですけど、そこまでまず考えてほしい。で、大学の方だったら、まあその先、そこからこういうことをして、こういう学校、まあそう、こういうところに進学じゃねえや、就職してとか、そういうことも想像して、楽しいこと想像するんだよ。大変なことじゃなくって。楽しいこと想像して、頑張るモチベーションのもとを合格するためだけじゃなくて、違うこともね、ちゃんと作ってほしいんです。でないと、心が折れる、12月。次のヤムナにもつながるんですけど、もうね、多分、現時点で結構ね、病んだことがある方いると思うんですよ、受験勉強において。12月もっと追い込まれるよ。で、世間的に、なんだ、空気が、ってなんだけど、気温が寒くなると、寒いとこにいる方が人間でネガティブになりやすいらしくって、これインターネット情報なんですけど、らしいんですよ。で、まあ、それのね、もちろん外が寒くなってきてるのもあるし、で、それプラス、そのピリピリ感とか、プレッシャーとか不安っていうのがどん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 こう、のしかかってくるから、やっぱりマイナスな方向にネガティブにどんどん気持ちがいってしまう。そう。で、その時に合格するためだけで頑張ろうとすると踏ん張れない時がある。でも、もっと自分にとって明るい未来というか、こういう未来になりたい、こういうことをしたいっていう、そういったものがいっぱいある方が踏ん張りやすい。絶対にね。そう。だから、もう一回、これ時間かけてほしくないんですよ。それ考えるのに時間をかけなくていいんですけど、これ金曜に一応投稿してるので、この土日をね、土日の勉強の休憩時間とか使って、ちょっと考えてほしい。もう一回改めて。そこで迷うこともあるかもしれないけど、考えてプラスに気持ちを持っていけるように、ぜひね、してもらえたらと思います。で、もう一個のヤムナっていうとこですね。で、これはまあさっき言ったように、病みやすい時期になります。でも、ちょっと突き放すような言い方になっちゃうんですが、受験生にとってもう病んでる暇なんてないです、12月。そう。病んでても何もいい方向に変わらないからね。そう。だから、まあ、ちょっと自分の話になりますけど、自分は大学受験の時に、この時期じゃないんですけど、病んでちょっとノイローゼ気味か、になってしまって、勉強机で座るじゃん。参考書開くじゃん。吐くんだよね。あ、その場で吐かないよ。トイレで吐くけど。っていうぐらいになっちゃった時があって。でも、それでもやってたもん。タオルで口を押さえながら、吐かないようにしながらね。そう。だからまあ、それはなんだろう。病んでたかどうかはちょっと違うかもしんないけどさ。もちろんそこまで頑張れとか踏ん張れっていうわけじゃなくって。でも、さっきも言ったように、病んでても別に知識量が増えるわけじゃないし、偏差値上がるわけじゃないし、語学判定が良くなるわけでもないでしょ。もう、前に進むしかない。問題演習をたくさんこなすしかないのも。そう。で、その時に、いつも言うように、問題演習をこなす、できることを増やすっていう面と、できるようになったことを忘れないっていう、これをちゃんとセットでやっていく。気持ちが焦って、やんなきゃやんなきゃって思うと、新しいことばっかり目が行く。そうすると、覚えたことを忘れてないかなっていうチェックをおろそかにして、いっぱいいっぱい詰め込むんだけど、いっぱいいっぱい抜けていくから結局何も残ってないみたいな。で、勉強量をたくさんしたのに伸びないっていうのが一番精神的に応えるから。だから、やった分だけちゃんとそれを定着させる。そこの努力をセットでやっていってください。いいかな。12月、そして1月に入ったら、まあ12月が一番だと思うんだけど、個人的には。本当にしんどいです。そう、しんどくなる。でも、それはみんな一緒。状況はね。そう。だから、この12月、まあ、病んじゃう時もあると思うんだよ。その病んじゃった時に自分を責めろとは言わないの。それはしょうがないから。さあ、はい、切り替えようって風に持っていけばいいんだけど、でも、病んでる暇なんてないよって。ね、前に進むしかないって。問題解いていくしかないっていう。そういう気持ちを持って、この12月、踏ん張って、頑張ってもらえたらと思います。